はい、こんにちは、こんばんは。2020年3月17日、ウェブは桜学校第12回の後半です。で、前半の理科の、高校入試問題の作り込みに時間がかかったので、ちょっと後半は簡略に、させていただきたいと思います。で、それでは行きましょう。はい。放物線と二次関数という言葉ですね。まあ、両方とも聞いたことはありますよね。で、まあ、今日は本当に考え方の処方だけを述べたいと思いますので、まあ、参考になればと思います。放物線という言葉は、もともと物理学というか理科の方の、流れから出てきた言葉です。で、二次関数というのはどちらかというと数学の発想での言葉です。で、この理科的な発想と数学的な発想は連動するんですね。まあ、現実社会の動きの方に注目するのが、まあ、どちらかというと理科であり、そして、どちらかというと理論だけを抽出する方が、あれになります。数学になりますので、で、その2つの世界はつながっているということを感じていただければと思います。で、まず日常生活でイメージできる話として、同じ速度で物体が、直線的に運動する運動のことを理科の物理学の世界では等速直線運動と言います。で、これに一番近いイメージなのがカーリングもそうですけど、まあ、カーリングなかなかやる人いないと思いますので、ボーリングですね。ボーリングで、球がコロコロ転がっていくと。同じ速度でずっと行きますね。まあ、摩擦が少しあるんですけど少ないので等速直線運動に近いものです。で、一方等加速度運動というのがありまして、崖の上から石を落とした時で、これ実際は空気の摩擦がありますので実際はまあ、その無限に速さが速くなることはないんですけど、やはりでもそうは言っても最初落ちる速度が遅かったのがだんだんとスピードが増してきますね。で、加速度、速度が増していくんです。で、こういうふうに矢印がその単位時間あたりに動いた距離を示す、速度が速くなっていくということを示しますね。さて、で、この2つの運動を組み合わせた運動が実はあります。崖の上から小石を斜めに投げたらどうでしょうか。斜めというかこう水平に投げたらどうでしょうか。それはこうなります。水平方向には、まあ、空気の抵抗とか考えなければボーリングの球のように進むはずなんですね。で、垂直方向には落とした小石のように進むはずですので、横方向にはこう動き、縦方向にはこう動くと。で、その合わさった方向に動くということです。例えばここではこうなりこうなりますので、まあ力の合力というか速度の合力ですね。これ力というか速度の合力で言いますと、こういう方向になります。だんだんとこっちの下向きの速度の方が大きくなってくるので、だんだんと、真下向きに近づいていくんですね。真下にはなんないんだけど、だんだん下向きにボールの打ち方が近づいていく。で、こういうふうになっていくというのが、この放物、この物を投げた線なんで、放物線と言っております。放物線ということですね。さて、それで放物線という言葉が今出てきました。物を投げた線。で、この放物線という言葉とに、まあ、その言葉に行く前に、まあ、一番日常生活で等速直線運動と等加速運動を体感できるのがこれですね。電車です。電車は西船橋駅からその総武線で、まあ、こう船橋から西船橋かというか、こっちが船橋から総武線で西船橋に行くときに船橋駅が止まってますね。で、それがだんだん加速していきます。と加速度運動をします。で、ある程度加速したらあとは等速で動きますね。等速で動きます。で、しばらくすると次の駅の西船橋駅に近づいてくると今度は減速します。同じ速度で減速して駅に着くということですね。で、加速する方はプラスの加速度と言ってるんですけど、減速する方もマイナスの加速度というふうに解釈できますので、まあ、ここの駅の間は等速直線運動で、出発点と到着点の近くでは等加速度運動になるというふうなのが一番身近な
この最初に言ったこの2つの世界が体感できるものです。それでは、二次極関数と、放物線について考えてみました。で、二次関数というのは中学の、3年生でやる内容ですけど、横軸に x を書いて、縦軸に y の値は x の2乗になる。例えば1だったら1の2乗で、2だったら4、3だったら8、4だったら、16、5だったら25、6だったら36というどんどん増えていきますね。増えていきます。で、これまあ、y イコール、例えば 2x 事情とか 3x 事情という話もできるんですが、まあ、今日は y イコール x 事情で考えますと、まあ、でも1に対して1、2に対して4、3に対して9、4に対して16、5に対して25というふうにどんどんと増え方が増えていくということがわかると思います。で、これのマイナスになるやつがですね、このy の値をその x 以上にマイナスをつけたものにします。 y ナス y イコールマイナス x 以上、そうすると1に対してマイナス1、2に対してマイナス4、3に対してマイナス6、あ、マイナス9ですね、4に対してマイナス16というになるんです。で、これがマイナス y イコールマイナス x 以上という二次関数です。二次関数というのはこれの x の2乗にので示される、まあ、これがこの x の2乗の前に何か数字がついたりしてもいいんですけど、 x の2乗で表される関数のことを二次関数と言います。で、最後に この姿って何かに似てると思いますが、この姿 y イコールマイナス x 2乗の姿、数学である y イコールマイナス x の2乗の姿は実はこれなんですね。いわゆる崖から水平に投げ出した球の速度の運動の、グラフに近いと。だから放物線という物理の言葉と二次関数という数学の言葉は理論と現実ということで連動しているということでありますので、何でもそうですけど、実用的な学問と実用に近い学問と、それから純粋な理論を抽出する学問、まあ物理と数学というのは中学レベルだとそんな感じです。まあ本当は物理学だってもっと深くいくとすごい理論的な世界になるんですが、中学高校で学ぶ物理というのは比較的現実に即した話がある。で、その裏付けとして数学を抽象化しているというふうに考えていただいて、まあ、両方行ったり来たりすると、まあ、勉強が面白くなるんじゃないかなと思います。放物線と二次関数は別の表現だけど同じものを示しているということです。はい、それではまた明日は数学、また数学をやります。